はいみなさんこんにちはこんばんはココミチャンネルのショーが今日はホルムズ海峡閉鎖エネルギーをどう蓄えるをお送りいたしますよろしくお願いしますホルムズ海峡の封鎖に伴いですねまあ、可能性非常に高まっていますので日本は危機的な状況に今崖っぷちにあると考えていいと思いますこれはあの冗談でも何でもなくてまあ、ニュースで流れていない ね、やんない、まあ、もしそうなったら流れるんでしょうけれどもあの、事前のニュースとしては何の情報もやっていないじゃないですか、でも可能性は日に日に高まっているんですよ。これはもうイランが嫌いを撒くか撒かないか、また、あ、は嫌いじゃなくても、小型高速艇によって、まあ、ロケット砲を撃つとかね、機関銃を撃つとか、まあ、とにかく攻撃をして、タンカーの航行を阻止する、力づくでね、まあ、それが始まるかどうかにかかっているんですよ。 今のところ、サウジアラビアも石油の輸出に関して、ホルムズ海峡を使っているので、今、話し合いをしてますよね。で、歴史的な握手ということで、サウジアラビアの皇太子とイラン大統領が握手をして会談をしたというニュースが結構あのヨーロッパでも広がっていますね。でもこれはあ、あくまでもサウジアラビアの皇太子ですからね。息子の方の。これのお父さんはまた考え方ちょっと違っているんですよ。 ね、ちょっとあのアメリカ寄りだったりするので、やっぱりね、アメリカの基地がいっぱいあって、それを許しているっていう部分もあって、イランと敵対する部分もあるんですよ。うん、だからどこまであのサウジアラビアがどうするかっていうので、まあ、サウジアラビアは鍵を握ってると言ってもいいですよね。で、その許可が出なければ、イランはじゃあしないのか。うん、でもねこれ以上何かがが起きてイランが もう怒りのエネルギーが今もう満杯になって爆発しそうで風船が膨らんでバーンって膨らんでなってもうおかしくない状況があるんですよ。これ以上何かもう風船の中に入る怒りの何か出来事がブワーンと入っていったらバーンっていう風にまああの破裂してね暴走する可能性がある。暴走イランですね。うーん、だからね、まあ暴走半島だったらね、 夏も涼しくて居心地いいんですけど、暴走イラン止めらんないですよ、誰もね。でそうすると、イランが暴走すると、まあ、石油タンカー、天然ガスタンカーの航行ができなくなってしまう。まあ、これ、一番ね、痛手を被るのは、まあ、ヨーロッパもそうなんですけど、日本が一番輸入してるんですよ、そこを通して。だからホルムズ海峡封鎖されちゃうと、石油と天然ガスの一部が入ってこなくなっちゃう。石油はほとんど入ってこない。 もうあと、あの80%、今の,あの輸入の石油の80%、そこ通ってるんでね、全部の、日本の。だから、あとは天然ガスが一部、まあ、10%から20%ぐらいそこ通ってるんですよ。それが入ってこなくなっちゃう。でもね、これね、天然ガス10%、20%だったら大したことないんじゃない他かからどうにかすればいいじゃないっていう声が上がるんですよ。まあ、石油はしょうがないけどっていうことで。だけど、そんなにね、簡単なあのことじゃないんですよ。 あの本当にね、あの石油を買い付けるためには、まあ、需要と供給のバランスをちゃんと監視しているセンターがあるんですけど、日本にね、まあ、世界各国にあるんですよ。でそこと、まあ、あの連帯しながら、連絡を取りながら、まあ、日本の、まあ、発電所ですよね、まあ、関西電力とか中部電力、ね、あの九州電力もそう、東京電力も、もういろんなところの,その発電所との,、まああの供給はどれぐらいなのか、需要はどれぐらいなのかって、そういう数値も 合わせてバランスをとって、じゃあ、これぐらい、あの、2週間でこれぐらいは石油がいるね、天然ガスがいるね、石炭がいるね、ということで輸入を、あの、してるんです。で、長期契約している土台があるんですよ、もちろん。天然ガスとか石炭とかね。だけど、それ以外にスポットで買ってるんですよ。結構多いんですよ。だからそのスポットで買い付けてるのが買えなかったら、もうバーン。もうエネルギー終わり、電気停電、大停電。 沖縄で停電しましたよね。だから突然あんな風になっちゃうんですよ。台風でもなんでもない、予告もなんにもない、全長何もなし、大きな揺れもなし、いきなり電気がしゃもう終わり。もうそれであのパソコンの作業全部飛んじゃった人もいっぱいいますし、まあ、ちょっとねあのえ、これどうしてくれるんだよっていうね、事態に,に陥った人もいっぱいいるんですよ。うん、だからもうそれがあの、ね、原因が分かんないけど、復旧したっていう風にね。 まああの発電所にトラブルっていうふうに載ってましたけども、原因は分かんないんですよ。まあ、分かんないですよね、それはサイバー攻撃なんだからね、言えないでしょ。やっぱ、脆弱さをなんか脆弱だっていうね、弱みをなんか露呈するみたいで、まあ、かっこ悪くて言えないのと、世界でなんだそれって言われちゃうので、そんなにセキュリティ甘いのかってなっちゃうじゃないですか。だから、ここ最近のね、あの何週間か前にあった銀行11個の ATM が使えない、振り込みできない、入金できない。 あのもうインターネットバンクも使えないっていう騒ぎと、ちょっと前にあったクレジットカード騒ぎ、もう決済できない、クレジットカード使えない、コンビニでも使えない、スーパーでもできない、もう決済、まるでカードが効かないっていうね、その騒ぎと、今回の沖縄の、まあ、停電騒ぎ、これはもう本当、あの練習ですよね、予行演習で、本番はまだ先ですけども、まあ、そうやって練習を重ねていって、一気にやるんですよ、もっと大規模にね。 まあだから、そんなこともありながら、え、なぜそんなことになるんですかっていうね、質問来るでしょうけれども、それは敵対してるからでしょう。だって、日本はあの欧米寄りを支持してるわけですから、欧米寄りだって言っちゃってるんだから、それは今ね、あの、イスラちゃんとハマちゃんグループでやっていて、ハマちゃんグループは中東というね、バックアップ、あの、バックがいるわけですよ。そこと敵対関係になりそうなわけですね、日本っていうのはね。今、玉虫色でちょっと濁してるけど、 ゆくゆくははっきりしなきゃいけなくなるんでしょ、白黒。そうした場合に、中東の石油の依存率が97から98%あるわけですよ。そのうちの80%がホルムズ海峡を通ってるんですよ。どう考えたって危ないでしょ。閉鎖されたら封鎖されたら。まあ、これはね、封鎖される可能性が大なので、な何らかのエネルギーをここに用意しなければいけない、蓄えなければいけない。 あの政府が蓄えてくれてるじゃないとかね、なんか平和ぼけした人いるんですけど、そんなこと言う人。確かね、あの備蓄政府、民間であるんですよ。ね、あの180日とかね、まあ、最低でも120日ぐらいあるというふうに言われてますけど、それって、例えばあのガソリンの供給を5リットル制限にしたり、電気も臨番停電であの、電気最低これぐらいしか、1日6時間しか使えなくなりますからね、各地って言って、それやっての話ですよ。 あの、今の生活を、ね、あの、もうガソリン入れ放題、電気も使い放題で、今、今の生活やったら2ヶ月持つか持たないかですよ。両方合わせて。民間も、国も備、備蓄。だから、そんな制限に入っちゃうわけですよ。で、もう不便じゃないですか。これから冬なのにね。もういつ始まるかわかんないですからね。だから、あの、ガソリン価格も上がってしまうしね、急にね。あの、ホルムズ海峡封鎖されたら、封鎖されたっていう一方で、 もういきなり2日、3日以内にリッター300円にはいきなり跳ね上がりますよ。で、1週間経っても終わらない。リッター500、800、1000、1500いくでしょう。簡単に。んで、そうなってみないと人間分かんないんですけども、なる前に備えておかなきゃいけないですね。 まあだからあの石油とか電気とかね、あのもう全部止まったとして、仮定して、想定して用意しなければいけないです。そこで問題なのがね、ガソリンをいっぱい、アパートなのに、いやガソリン缶で、えー、と20リットルのガソリン缶で、僕、バイク持ってるので、あの30缶玄関のところに積んであるんですよいや、やめたほうがいあっ、危なすぎるし、あの法律違反ですから、あのあの200リットルぐらいまでだったかな、ガソリン、まあ、調べてみてくださいね。あの 安全な保管場所で保管して200リットルまでだと思ったんですけど、保管できないんですよ、法律があって。違反ですよ。あと集合住宅で保管できるかどうかっていうのは許可がいるので、あのそれはあの集合住宅の規約がありますから、ちゃんと契約書、規約書を見たほうがいいですね。だから20リットルでもダメなところはダメなんですよ、置いては、室内にね、危険物、うん。だからそれで、いや、置いてもいいですよっていうところ、少ないんじゃないかと思うんですよね。 いやちゃんとした倉庫なり何なりを借りるって言っても、レンタルとかリースの倉庫はガソリンとかをそこの中に石油とか灯油とか置いちゃいけないんですよ。だからおそらくはそんなにためらんないと思うんですよね。で、一軒家で、まあ、あの、もう野中のね、山の中のポツンと一軒家で倉庫があって、まあ、安全で、もう中の温度もそんなに高くならない、ね、日が差さない。で、そういうところで保管していると、あの40リットル、60リットルね。 安全な、あの、規格のガソリン缶に入れて。まあ、それだったら問題ないと思うんですよね。まあ、危なくもないでしょ。最低限の、まあ、あの、管理ができてるということで。だけど、ガソリンは、あの、危ないですよ。気化するんだね。あの、私の知り合いでい回あったんですよ、本当に。ずっと前、もう、すごい昔ですけど、あの、なんか、あの、ネジがあって、そこから気化したのが溜まりますから、ずっと置いとくと。あの、抜かなきゃいけないんですよね。で、シューって。 で、なんかね、セーター着てて静電気で、そのシューっていうのと、あの、やあのその静電気バチッてって爆発しちゃって、本当に、あの危なくね、あの飛びます、飛びます、命飛びます、坂上二郎になっちゃったんですよ。天国の二郎さん、聞いてますか助けて本当に、二郎さん、助けてくださいよ、この状況。ね危ないですよ、本当に。だから、全くおすすめできないです。まあ、灯油はね、 あのそれほどのなんか威力がないので、静電気ですぐ火がつくっていうことは少ないんですよ。だけど、ちゃんと管理しないと、それは危ないですよ。燃えるわけですからね。ね規定量も決まってますよ。管理するね。あの保存できる、ね、あの保管できる規定量っていうのはそれぞれ決まっているので、ちゃんと確認しないといけないということですね。いやー、だからそう、あ,のあんまりね、だからその危ないものを、ね、いっぱい取っておくっていうのは、あんまり良くないと思いますよ。だって、どうせそれも、 例えばあの200リットル保存しといて、保管しといても、使うわけだからなくなっていくじゃないですか。灯油もそうだけど。で最後になくなって、手に入らなくなって、なくなって、あの時間の問題で使い切っちゃうんですよね、結局。だからそうじゃなくてあの、そういうエネルギーも、まあまあ、あのー、時間の、ね、余裕とか用意する、準備する余裕が必要なので、まあ、あった方がないよりいいんでしょうけれども、とりあえず、他の方法で、 冬を過ごすとか、何か方法を考えなければいけないと思います。まあ、どうでしょうね。ベストなのは、まあ、本当にあの、北の地域、東北とか北国、あの北陸とか大変だと思いますよ。寒い。んだけど、まあ、一番いいのは、あの、本当にあの、一軒家であれば、もう、薪ストーブですよね。ペレットストーブとか。もう、それに尽きると思いますよ。ものすごく暖かいんで。まあ、初期費用はかかりますよ。 ね、煙突、あの、設置したり、壁に穴開けたりとかいうこともあるでしょうから、大変だと思いますけど、一回設置しちゃったらね、まあやめらんないですよ。あったかくて。で、上で煮炊きもできるやつをストーブの形もありますけど、まあ設置すれば、でもそこで、あの、ご飯も作れるし、ご飯も炊けるしね、あの、シチューとか、もうなんか肉焼いたりとか、何でもできるんですよ。だからそれが一番、まあベストだけど、煙が出るのと、やっぱ設置場所と、 ま近隣がね、迷惑かかんないような場所なのかとか、まあいろんな問題があります。薪が入手しにくいとかね。まあそれがクリアできるとこだったらベストだと思いますよ。で、あとは、まあ、あの、石油ストーブを少しずつ使いながらとかね、電気ストーブ使いながら電気ついてる間はね、で、まあ,あの家の中でテントを張って、で、テントの中に、まあマイナスでも耐えられるいい寝袋を買って、寝袋で寝る。 まあ,あ,のあとは、まあ、電気、毛布ですね。あんまりワット数食わないので、まあ、あのワット数食わない人は40ワット前後で、まあ、温まります。それを寝袋の中に入れるとか、寝袋の下に敷いて寝るとかね。で、寝袋の中には、まあ、毛布あの入れるとか、まあ、上から毛布かけるとか。で、あのテントの中。これあったかいですよ。これ本当に異常にあったかい。 で、あの、冷たさが床から伝わらないように、銀色のマットをテントの下に敷いてから、まあ、テントを置くとかね。いろいろ工夫するとあの、全然違います。隙間風が入ってきても、テントの中には入ってこないので、テントの中、ほんと暖かいんですよ、うん。だから、あの、部屋の中が本当マイナス10度ぐらいでも全然大丈夫ですよ。あの、経験、あの全部経験してるので、部屋の中マイナス20度になるとさすがにきついですけど、<laughs> いや、それでも大丈夫なんですよ。大丈夫なんだけど、 もっとちゃんとあの装備を整えないといけない。寝袋もすごいいいやつじゃないと、ちょっと足が凍っちゃったりするので、まあ、ただあの、ポータブル電源で電気ストーブであの、電気毛布です、ね。ごめんなさい。電気毛布を使えるようにしたりあのすると、まあ、いいのかなと思いますね。であの、ソーラーパネルが何枚かあって、充電ができて、だから、あれですよね、ソーラーパネルも何枚か予備であって、 もう壊れちゃうかもしれないですけどね、突然ね。1000本何本かあって、電気のね。で、ポータブル電源も何台かあれば、まあ、あの、すごく冬、最低限冬は、それで生き延びるという点から考えたら大丈夫なんですよ。いざという時にね。あの、どんなに寒くなっても、まあ、大丈夫です。それ、ちゃんと用意しとけば。うーん、だからね、あの、最低限それを用意しとくと、電気が全部止まって、 石油もなくなっちゃった、灯油も使い切っちゃったって言っても、それで生き残れます。だからそれを用意しとくのとしとかないのとでは大違いになりますよ。いざっていう時にはね、あの、普段はいいんですよ。普段はいいんですけど、電気使える時はね。だからあの、いきなり停電したりね、何が起きるかこれから分からないじゃないですか。で、ホルムズ海峡が封鎖されてしまえば、停電リスクっていうのは限りなく上がっていきます。で、その中で、 突然ね、あのうちの地域だけ電気飛んじゃった、もうこの間の沖縄みたいにね、あの全然つかないと、で復旧のメドがない、わからないで、もう3日目だ、4日目だって言って、寒さで凍えながら過ごすよりも、今の装備をちゃんと整えておけば、それを設置すれば、まあ、暖かく夜眠ることができるんですよ。昼間でももし寒かったらね、あのー 晴れてなくて日が当たってない。いや、今日はもう寒いとてもじゃないけど、いらんないと部屋の中でも。でもテントの中で寝袋に入って寝っ転がっていれば暖かいから、まあ、あの、本かなんかを読んでね、読書しながら過ごすとか、もうそういうふうにして過ごせるじゃないですか。もうだから本当にね、あの、最悪な時を考えて装備整えておくっていうのは、あの、やはりね、必要じゃないかと思いますよ。で一人暮らしの方なんか、本当一人用のちっちゃいテントでいいんですよ。 それであの、ものすごいあったかい寝袋で、で毛布と電気毛布と、ね、ポータブル発電、でポータブル電源の,あの電気ね、まあ、太陽光でパネルで充電して、まあ、使うときに USB も刺さりますからあの、ちょっとした小さい照明つけて、夜でもそこであの携帯も充電できますしね、携帯の音楽聴いたりとか、またはあの本読んだりとかできるじゃないですか、もう全然生活の質違いますよ。 何にもできないより、何にもできない寒い中我慢して、震えながら、どう、困ったね、困ったねっていう日々を過ごしていくと、心と体やられちゃうんですよ。そうすると、ちょっと危ないですよ。うん、本当に。だから、そうなる可能性が今あるんです。これ冗談でも何でもないですよ。ホルムズ海峡を封鎖されたらなりますよ。間違いなく。で、封鎖されても、 え、でも、なんか、カタールとか、インドネシアから、オーストラリアもそうだけど、輸入してるんだから、増やしてもらえばいいじゃないって簡単に言う人いるけど、そんなね、近所でね、コーラをもう1リットル買うとか、そういうレベルじゃないんですよ。いろいろ世界の経済的なこと、政治的なことを、絡まり合って輸入してるの。そんなにね、ここがダメだったら、じゃあこっちでって、そんなに簡単にね、買い付けられない。本当に、今でも大変なの。 今でも円が紙くずになりそうだから、円の価値は思いっきり下がってるので、買い負けしてるんですよ、今。だから、これから先は日本は、世界の,あの石油の価格とか、ある程度安定して下がったり、天然ガス下がったりしてるんだけど、日本の買い付け金だけは上がってるの、価格が。だから、電気料金とか、今、政府がね、補助金入れて安くしてるだけで、補助金ものすごい入ってるんですよ。だから電気料金安いし、あの、 ガソリン代だって抑えられてるけど、でもその抑えられてるけど、買い負けしてるから、じわじわガソリンも政府がものすごいお金突っ込んでるのにあ、あの逆効果で上がってきちゃってるじゃないですか。だから補助金外れたらガソリンびっくりするようになりますよ、これから。まあこれはね、だからみんなそれも知らないじゃないですか、多くの人が。ガソリン下がったねとか、下がってんじゃないですよ。無理やり下げてるだけ、電気料金も。だから補助金外れたら、もうひっくり返りますよ、今。円安で。 これはね、あの、それでホルムズ海峡飛んじゃったら、いや、これはね、生活できる、できないのレベルになっちゃう。だから今みたいに備えておかないと、もしかしたら冬越せなくなる人出てきちゃうかもしれない。本当に。だからエネルギーを備えるっていうのは、つまり自分が生きるエネルギーを備えていくんですよ。だから実質的にガソリンとかね、灯油とか、まあ安全であれば、ちゃんと管理できれば、それは備えた方がいいでしょう。あの、ちゃんと法律に。 乗っ取ってねだけど、結局はその自分の体のエネルギー、つまり食べ物とか飲み物とかね、あとは体温を落とさないようにとか、ね、あのその灯油とか電気とかなくなっても、ちゃんと健康を維持していける、自分の生きる、ね、体のエネルギー、心のエネルギーが維持できるかどうかっていうのが問題だと思うんですよ。それを考えながら用意していかないと、ちょっとね、命取りになりますよね。 これ気合い入れていかないといけないと思いますね。そう皆さん、ちょっとね、頑張りましょう。ということで、今日は、ホルムズ海峡封鎖、エネルギーをどう蓄えていくのかについてお話しいたしました。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。